東から西の太平洋沿岸は台風の影響で波やうねりが高くなるでしょう。2人が死んだ時これオンエアしてもらえないのか。ギターも曖昧、歌も曖昧っていうそのポジションはなかなかピックだね。You tell him! ここで社会目覚めるのよ。なるほどね。私はこれこそで日本のロックのねアルバム第一号だと思ってるんですよ。決してハッピーエンドじゃないと私は思ってます。本当にアスンドレスとか聞かないもん。北海道へカプセ行ってさ、寒いって帰っちゃったんだよ。ゲスワの曲も結構カメラスキルも楽になりましたから。アーカーゲーのマイクでね、アーカーゲーのこうなんかおにぎりみたいなマイク、こんな握るやつでテステステステで涙流しながらこう歌いフルートを吹いてやってるのに、むしろそこで弾いたギターがガン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 だってつまんねえんだもん。ザ・スパイダース、あなたは彼らのことを数ある GS グループの一つと考えていませんか。いいえ、ザ・スパイダース、彼らこそ研ぎ澄まされたセンスと斬新なアイディアで東京サウンドを生み出した J-POP 史上稀に見るスーパーグループなのです。だから好きじゃないのって言うと、やっぱ夕日がないけどうわっ、手前に入るもんでね、エンジンがもう慌てて壊されちゃうんですよね。トレブル10であと全部ザロモカモカにしちゃうんでしょ。カリカリにしちゃう。あ、カリカリにしちゃうんだ。あとね、やっぱね、田辺さんのドラム独特なんですよ。変なんだ、タランタランタンタンタンみたいなね、カンカンしたね。今やった幸せ、俺すごい幸せ、俺もすごい幸せ。すごい楽しくて今なお新鮮な40年前のメロディ、今宵はザ・スパイダースにスポットを当てましょう。作曲家、作詞家、アレンジャー、ディレクター、歴史を彩る名曲の陰でメロディーを紡いだ音の職人たち、ヒット曲の裏側にある創作に傾ける情熱とその足跡、彼らは J-POP の歴史を作り、そしてこう呼ばれた、ヒットソングメーカーズ。あなたにはお箱がありますか。90年代はカラオケが空前のブームになり、 J-POP ではミリオンセラーが続出。そんな記憶に残るヒットナンバーを76曲に厳選し、5枚の CD に収録したお箱 J-POP 90s Best のご紹介です。耳にしたことがあるヒット曲の数々、歌いたかったあの歌をあなたのお箱にするチャンスです。全曲オリジナル音源によって収録されたお箱 J-POP 90s Best、 解説付き歌詞ブックレットがついて税込み価格 12,800円です。お申し込みは 0120-5063-28 まで。美味しい秘密、感激の食材の音、キノコ。秋の味覚、キノコの創作料理にチャレンジ。あー、しりとり。美味しさ満点、アイデアいっぱいのキノコ料理もご紹介。お楽しみに。ブラスト追加公演決定。興奮と感動の熱狂的なステージが再び蘇る。チケット好評発売中。いや、どう。しばらくです。しばらくです。お元気。お元気そうで。はい。ザ・スパイダース解散後、二人だけで語り合うのは実に数十年ぶりのことです。ギターいろいろするのかしら。ムッシュ・カマヤツ、シンガー、ギタリスト、そして優れたソングライター。いつの時代も最先端。
井上隆之、ギタリスト、そしてロックから壮大なオーケストレーションを施した映画音楽まで、さまざまなジャンルを手掛けるコンポーザーでもあります。ムシュー63になってそろそろ、うん、63なの。今63俺だってルート66になっちゃう。ザ・スパイダースが作り上げた東京サウンド。その貴重なお話が始まります。ジャズの影響ってあった？ジャズの影響ってやっぱあった？すごく、僕はね、親父がほらジャズだったから、 はい、ある種、うん、あのジャズ、僕がやっとステージに立てられる頃はジャズブームがこう、あ、ジャズじゃ食えないみたいな、はい、でもジャズのあの甘美なね、あれはもう本当に忘れがたい。で僕は結局カントリーがあのキャリアのスタートになっちゃったんだけど、でカントリーになると、はい、G、D、F みたいなじゃない、うん、でもやっぱり、ね、いわゆる3コードスタイル、擬音を出したくなるんだよね。ああなるな。そうするとさ、先輩一緒にやってるやつがブッてこういう風、わかる？いやいや、先輩どころか一緒にやっててもしょっちゅうそう思いましたよね。もうね、なんて人だと、もうむしろはね、バンドなのにチューニングしないんだから。ね。そうするとこっちが低め合わせると思うんだけど、キーボードなんかがいればやっぱり合わないし。うん、高木さんとだけど、カツオちゃんがきちっとしてたから、うん、僕も思い切ってそういう遊びができたんですよね。今考えてみると。本当に。もうね、忘れもしない、酒井正明がね、500マイルも離れてって歌を歌うの、うん、いつもいつ PPM のねフルートを吹くんですよ、うん、で涙流しながらこう歌い、フルートを吹いてやってるのに、むしろそこで弾いたギターが If you miss the la 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 ガン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 だってつまんねえんだもん。わかる？つまんねえよなって。つまんないよね。よくわかる。あれむしろぶち壊してるのわかるけど困っちゃうなっていう、そのね、うん、だからそういうことをパンク、うん、そういうパンク弾けること、うん、あれはね、やっぱりむしろすごかったもん。あれはね、なんかね、やっぱしつまんないか面白いかでやってたね。でしょ、うん、それでだって僕らはそれ頭で考えてそうやって、だから今こうするんじゃなくて、結果として何かこう弾けてたよね。弾けたかったよね。そうだよね。1963年、釜谷津博がザ・スパイダースに参加。ここから新しい J-POP の歴史が始まります。とぼけた顔してバンバンバン。ザ・スパイダースのみならず、 GS の歴史を作り上げたディレクター本庄正治さんに当時のお話を聞きました。最終的な形が GS だったんであって、それまでは彼らはね、もういろんな音楽、それこそジャズっぽいことから、要するに GS っていうか、あの最終的に7人の形になってからのグループしか知らないんで、 GS のグループとしてからは、まあ、釜谷津博が音楽をほとんど書く。それでしかも釜谷津博は非常に海外、イギリスやアメリカの新しい音楽の情報を仕入れるのが、まあそういうブレーンっていうか友達関係含めて新しかったんでね。それでだ、そういった僕らよりやっぱり早い情報を仕入れて、そういったものを巧みに音楽に取り入れて、まあそれが彼らのやっぱり、一つの音楽の魅力っていうか、まあ、洗練された魅力につながったという部分と、あとはやっぱりマジャーキと井上順と2つのキャラクターが、まあ、個性を生かしながらその作品作りができた、まあ、そういうバランスを取りながら、まあ、たまには井上隆之のソロもやりつつ、釜谷津博のシングルでは空を飛ばすんでアルバムでは空を飛ぶとか、まあ、非常にバラエティに富んだ音楽作りができて、まあ、その上非常に個性的であり楽しいグループだったんで、僕としてはいい時代を共に過ごせたなと。ザ・スパイダースをこよなく愛する近田春夫さん、熱烈なファンの目線で彼らの魅力を語ってもらいます。もうだって本当に楽しいバンドだったんだもん。だからね、その音楽的にも楽しいじゃん。それとやっぱさ、酒井さんと純さんの
喋りがやっぱ本当おかしいわけよこれはもうっていうのは片っぽありながらも、日曜日の朝とかはね、釜谷さんと高幸さんがなんかね、すっごい渋いねラジオでね、R&B の朝やってるんですよ。それでね、そこでね、おかしかったのはね、なんかやっぱりその大津レディングがね、死んじゃ、飛行機事故かなんかで死んだ次の週かな、なんかたまたまその番組があって、あ、じゃあこれは亡くなる前にレコーディングされてくるんですねとか、え、もちろんそうですとか、なんかそれ妙になんかギャグでもないんだけど、なんかおかしくてさっていうのをすごい覚えてるんですよ。なんかそういうところ、いろんなところで、あの人たちの持ってるなんかやっぱユーモアがあるんですよね、存在に。そこがやっぱすごい洒落てるんだと思うの。 Just a jackknife as old Mackey's bed and he keeps it out of sight you know だけどさ、僕たちはさ、はい、完璧カバーバンドだったんだよね当初ね。ゾンビースとかキンクスとか、とかなんだよ、マンフレッドマン、マンフレッドマン、そう、ムッシュはもうかっこいい曲ばっかり選んでましたからね昔から。そうしたらさ、うん、向こうのバンド全部自作自演だから、うん、作れって言われて、うん、いわゆる処女作っていうのかな僕の、うんうん、がフリフリなんだよね。今考えてみるとすごい稚拙というかさ、稚拙なやつだと言われるけど構わないとかさ、思った通りにやるバカだね、馬鹿げた詩ではあるけど、うん、で僕らもやっぱりあの時代はみんな躊躇があったけど、うん、とりあえず何か今までやってないことを挑戦するしかなかった時代ですよね。彼らのデビューシングルはダンスミュージックフリフリ。実はこの曲には隠されたテーマがありました。それは日本。田辺翔一がやっぱりリズムに対するこだわりがありましたので、非常に日本的なリズムをどう表現するかってロックの中にっていうのは昔から、だから例えば何ですか、フリフリなんかもそうですよね。チャッ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 、要するに三拍子、日本的なそのあれですよね。そういうそのものっていうのはやっぱり田辺翔一がその日本的なものをいかに取り入れるかっていうのは彼はやっぱり常に頭にありましたね。もう解散する寸前でもそういう発言してましたからね。日本のリズムにこだわり続けたリーダー田辺翔一、彼には大きな野望がありました。それはザ・スパイダーズ世界進出。オリジナルをとにかく世界に発信していこうという意図がありましたから、それでフリフリ、まあ、彼ら当時やっぱり代表的な、ね、オリジナルレパートリーだったんで、じゃあこれを英語にしようっていうことで、フリフリ66っていう、まあ、タイトルにして英語にしましたね。その2ヶ月後かな、アルバムをね、これスパイダーズファーストアルバムナンバーワンっていうのを、これ全曲のオリジナル、スパイダーズのオリジナルを固めたアルバムで、私はこれこそね日本のロックのねアルバム第1号だと思ってるんですよ、あんまりそれ評価する人いないんですがね、決してハッピーエンドではないと私は思ってます。日本のロックはそのスパイダーズのファーストアルバムだと思います。日本語ロック、はい、日本語のロックです。絶対スパイダーズですよ。それは本庄さんのおっしゃる通りで、というかあの時代のだから本庄さんかなんかやってたああいう GS の仕事っていうことの方がもう官能的な意味においてロックだったと思うんですよね。あのね、ハッピーエンドってさ、フォークソングじゃん、単にさ、その前までなんか生ギターでさ僕がとか言ってたのが、急にさエレキ買ってガーンと音が鳴ったからそれがロックに見えるだけで、本当に遊んでる人とか弾かないもんなもんっていうもんじゃん当時だったら。なんか真面目なキャンパスフォークみたいなもんじゃん、ああいうのは。だから俺はすっごいああいうの嫌いだからダメなの。すごく大好きな人あ、すいません、僕ダメなんですよ。もう俺小さい頃からもう絶対フォークも嫌で、エレキじゃないと嫌なのね。だからそういう意味でもう根っからの僕はもう内田裕也派なんで俺はね、翔ちゃんのすごいなと今でもやっぱりエピソードで一番
他のミュージシャンに会おうと誰に会おうと自慢することが一つある、うんうんうん、こう言ったんです銀座始めで、うん、いいかって俺たちに頼むよ、うん、俺たちは偽物なんだ、うんうん、ベニヤ板4枚囲って、うん、上にアスファルト、うん、コンクリート塗りつけて、うん、いいかと、うん、鉄筋だって言い張るんだよ、うん、な、うん、これからしばらく時間が経つうちに本当の鉄筋を俺たち中に入れよう、はんはんはん、覚えてるよ覚えてる、うん、これは、うんうん、そうだよね、人生ってそうかと思う、うんうん、その間の時間の経過今偽物なんだ、うんうんうん、だからせめて一生懸命やろうって彼は言ったの、うんうんうん、分かる分かる、あすごいよすごいよね、ああ俺たちは偽物だ、うん、何でもそうだもんね、うん、何でもそうだよ、うん、で生身の人間が生きてる時間には時間のタームがあるから、うん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 、その間に本物になろううん、っていうのが僕が彼から学んだ一番だね。なるほどね。シングル第2弾も日本のリズムを意識しました。それがこの曲エテンラク55。残念ながらセールスには結びつきませんでしたが、意外なところで思わぬ評価を受けることになります。70年代に入ってからさ、俺あのなんだっけエマーソン・レイク・パーマンだったね、そのグレイ・グレイクってやつと友達になったら、お前はお前らすごいよ、エテンラク55はすごいよって言われたよ。そうでしょ、なんかそベンチャーズもそう、消失力みたいな、おいや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 、わけわかんないのな。ベンチャーズが、うん、要するにオリジナリティってことに、あーそういう意味ね、エテンラク55を本当に、あーそれだっけなやった嫌やったよ。だってさ、黒田節みたいでさ、ああフリフリのジャケットには肝心の作曲者鎌谷津弘が写っていません。寝坊で欠席。でももっとすごいエピソードが他の GS グループにありました。ゴールデンカップスベーシストルイズ・ルイス・カベさんのお話。カップスのベースのさ、マーちゃんの、マーボーはね大好きすごいよね、あの結構たまに一緒にツアーやるのね。もうね本当魅力的なのよ。俺マーボーが一番好きなのね。何北海道へカプス行ってさ、うん、ツアーで、うん、寒いって帰っちゃったんで。最高だ。だってボブマーレンもそうだから、ね。うん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 、ジャマイカからイギリス行って寒いって帰っちゃったんだから。動物くんみたいなんだよね。それでそれはマーボーのが先輩なんだからそれは。うん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 、すごいよね。だからテレビ局でさ、うん、カプスが生放送、うん、バーッと演奏してんだって、マーボーいないんだって、うん、でみんなマーボーどうしたのって、いやムッシュがいないで6人でジャケット取ったスパイダーズもすごいけど、フリフリの、うん、ね、うん、カプスもマーボーいないまま平気で生本番やってるわけ、うん、マーボーテレビ局のロビーでオンエア見てるんだ。ヘイボーイ、ヘイボーイはいいじゃないですか。これはもう、これはストーンズだね。それからなんちゃもいいんだけど。もう最近ほら、この頃はね、あのこういう曲をやり始める頃がスパイダーズの開花の始めなんだ。ああ、そっかそっか、うん。ムッシュの本領発揮が出てくる。歯切れのいい曲ですよね。あのエレキの音好きですね。ああいうのがだからね、本当に俺のイメージではスパイダーズとしては。ああいうものがガンガンヒットしてね、ああいうものでやっていくバンドだっていう気持ちをずっと持ってたと思うんですけども、それはうまくいかなかったですね、当時は。だけどかっこいい曲だったと思うし、あの時代の初期のああいうオリジナルの曲、本当に一回誰か若い子がね本気でヒットさせてくれたら本当に世の中の思う曲ですね、あれは。それがヘイボーイですか。はい。
カル2005冬公演開催。世界初、公演中に衣替え、3タイプのステージが楽しめる歴史的舞台のご予約はご覧の番号まで。恋愛という道を走り続けよう、僕と一緒に。恋愛都市、恋がしたい。男女の恋愛なんて所詮従うか従わせるかなのよ。そんなの不公平、勝手よ。愛することは打ち勝つこと、どっちが勝つかよ。まるで何かの競技ね。愛は格闘技よ。深く付き合えばいいお友達になれそう。こんな目に遭わされるなんて思いもしなかったわよ。あなたたち男はみんなずる。お見逃しなく。2005年夏、人気絶頂、あの噂の番組の DVD 第2弾が登場。リチャード・ホール DVD ボリューム2、好評発売中。 CX ビデオ、救命病棟24時、第3シリーズ待望の DVD 化。大地震が起きたんです。絶対助ける。あの名場面が今よみがえる。大好評発売中。人間は倒れたままではいられないんです。 CX ビデオ。率直に言って別格意識あったよ。あ、僕もあったし。あったでしょ。ずっとなんだろう、トップランナーって気分でいたよね。いたよね。で、誰にも負けないっていうか、負ける気がしなかったっていうか。やっぱり熱かったよね、なんか。それとやっぱしギター弾いてる高幸さんまで、あのフロント4人で、そのなんだろう、ダンスしたり、っていうかすごくエンターテインメント性っていうのを追求したしね。したしね。で、着てるもんもそうだったし。そうだしね。ルックスが綺麗、イケメンだからとか、若いからっていうことと違うところでしょうけどね。そうそうそう。なんかね、あの時ね、もう自分自身で勝ち組だと思ってなかった。なんか何もない時にインターネットの会社を立ち上げて、もう最初から勝っちゃったみたいな気分があったよね。ベンチャーだ、ベンチャーもどんどん後からいろんなのが出てきたわけだけど、一番最初にやったやつってやっぱりあるでしょ、ね、パイオニアみたいな。我々もそういう自負があるから ね、 そういった意味でね。あんまりパイオニアの報いはなくて、いいとこぞろいされちゃったんだよ。そうそうそう。結局それはスパイダースのダメなとこだ。東海道線、一応線路は敷いたんだけど、違う列車がこんな感じだよね。ブンブンについて言いますとね、昔僕らがある民放のラジオでライブ録音したのがあって、それをね、ずいぶん十数年経ってからそのテープを聴いたっけ、最高と。あれさ、高幸さんがさ、もう正確にドゥドゥディドゥブドゥブドゥドゥンチュンチュンドゥドゥディドゥブドゥブドゥドゥディ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 っていうのね。であれはすごいね。で、本当はね、もっと単純なのね。単純なのね。で、それをね、聞いたとき、さすが、これはスパイダーズ。あ、もうあんな最高のテイクだな。で、感想でみんなで踊ったしね、ショーアップできる曲。だけどね、同じ曲で、ディンプルって言うんで、あの人たち、スティービー・ウーンとかいたとこ、なんだっけ、スペンサー・デイビス。スペンサー・デイビスグループバンド。スペンサー・デイビス。サビいかないんだ、それは。あ、そう。それだけでション詰まりみたいな。サビ行きたいじゃない、早く。あれみたいなもんですね。そうそうそう、これだけで一曲にしちゃう。そうそうそう、歌わないのに。あれやだよね、あれ。サファリス。サファリスかね。渋谷でやった時一緒に。人の影響？人の影響、人の影響を受けたっていうか、我々のグループはすごく異種交際っていうか、異業種間のね。それはもうあれですよ、例えばムッシュの人脈、例えばね。で、僕なんかそれでも、例えばそういう人はすごいなと思う人たちが何人もいて、だから酒井は酒井で、酒井俊二さんの息子だし、で、井上順は野獣会関係、田辺さんはいろいろとか、そういうことを含めると、もう絶対普通だったら会えないような人にいっぱい会えたじゃないですか。でもさ、なんだろう、
高幸さんさ、あの頃遠慮してた、うん、もちろん遠慮してましたよ。そうなんだ。キャンティーなんか行っても、うん、僕なんか来ちゃいけないとこと思って行ってた。あの余計な喋りはできなかったし、うん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 、つまり弾いてね、面白かったですよ。加賀真子さんまでがザーッとジャズ臭、ね、うんうん、ジャズ臭っていつもいるし、なんかそうだね、うん、前住敏郎さんとかね、そうですよ。それから和江さん、あのほらキャンティーのね、そうキャンティーの和江さんなんか、ね、イヴ・サンローランが来ればどうしたとか、またさ、うん、あの音楽が職業じゃないくせに外国行ってくるとさ、土産に変な音楽をさ買ってきてくれるわけよ。ファズっていう機械を使ってるバンドとかね。だから音楽はそれほど分かってないんだけど、耳から聞こえてきてこれ面白いと思ったものを持ってきてくれるような人がいたのね。だからそうなのよね、うん、そういうのってすごいね。そうそうそう、だから僕らもあのファズももちろん日本で僕ら最初だったよね、うんうん、太陽の翼って曲だっけ。そうそう、あれはさ、うん、機械は最初入ったんだけどどうやって使っていいか分からない。少なくともあのサティスファクションストーンズのイントロは使ってるなと思って、うん、あれしか使わなかったよね。使えなかったって、使い方分かんなかった、分かんないよね。それであのシルビー・バーさんが日本に来た時、ミッキー・ジョーンズってギタリストが覚えてる、覚えてますよ。もう俺ああいうのさナンパするっていうかさ、金かかってんのよ。俺ちゃんとナンパしてね、飯食いに行ったり酒飲んだりして、むしろあいつの企業秘密っていうか、イギリス人がどういう風にしてギターをね、どういう風に使ってんのかっていうとこから興味が始まったみたいな。そんなこと俺知らないのにさ、うん、キンクスはこうやるんだって、うん、アンプのチューニングもミキ・ジョンズに教わった。あ、そうなんだ。でトレブルはそうそう全部、トレブル10であと全部ゼロ、モカモカにしちゃうんでしょ。カリカリにしちゃう。あ、カリカリにしちゃうんだ、うんうん、そういう細かいソースがあの積み重なったものがスパイダースだったんだ。そうです。誰もさ、それはね、わかんないだろうけど、ね、どこでもできない、ね、バンドで。だって360度商売のためのセンサーじゃなくて、どうすりゃいいか、何がいいのか、うんうん、何が新しいのかっていうことにときめいてる人たちだった、スパイダースの主だった人たちは、ね、うん、覚えてます、ムッシュ、リッチアストロノーツ、アストロノーツ出た、アストロノーツのギターだっけ、リッチーなんとか、でスパイダース来て弾いたの。そこで酒井は触発されたわけ。アイムダウンは酒井をそれまでいいで歌った。あれはね、あのバンドよ、サーフィンやってるバンドでしょ。そう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 、今もできない。アストロノーツ、アストロノーツでしょ、うん、うん、のギターでしょ。そうで、あいつらこんな今できるようになったんだ。やっとなんとか、うん、そういう連中がよ、うん、しょうもないと思ってたわけ、うん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 、あ、そう、うん、いいよ俺のギター使ってって、うんうんうん、気楽なのよ、うん、ところがあの当時酒井はね、うん、You tell them to go、 こういう高さ、うんうん、キーがいいだったね。そしたらジーザス、You tell them to、 ここで社会目覚めんのよ。なるほどね。あ、だからそういうインパクト、うんうんうん、そして彼がね、うん、そういう曲を歌ったギターを弾いた時、うん、本気でギターを弾いた時、うん、サーフィンなんて出てこやしない。なるほどな、ビジネスをやってる。なるほどな、うん、そういう切なさや、そうかって実態を知っていくことは、うんうん、あれスパーズじゃない、経験できてない。なるほどね、うん、これが大きい。いやいや、もう栄養になるわ。でも本当そうよ、それはね、うん、ムッシュとか人脈のおかげなのね、うん、俺次の曲好きなんですよ、個人的に。なればいいっていうの、あ、これはもう、うん、あのもう当時で言えば完全な B 面候補なんだけど、うんうん、つまり昔いい曲だっていうのは B 面曲が多かった、うんうん、アカデミックな曲って、うんうんうん、ちょっと聴いてみよう、聞いてみよう、久しぶりだから、うん、いいよね。地球が逆さになればいい、これはいいわ、これいいよ、今だって強い、うん、明日が昨日になればいい、ね、クジラがモグラになる、この詩作った人ってミス日本だったんだよね。あ、そう、今聴いても昔の曲は古くなってないですよ、うん、
あのなればいいなんていう曲はやっぱりね今聴いてもねあれは新鮮ですよ、とても60年代の音楽と思えないというふうに思ってますよね、逆にその、ヒット曲的なものの方が古臭く感じますね、でそういうヒットを意識しないで作った彼らのオリジナルっていうのは逆に今でも新しいですね、だから全曲好きかもしれない、本当に嘘じゃなくて、だから好きじゃないのって言うとやっぱ夕日が泣いてるあれ出た時はやっぱね結構がっくりきましたよ、本当に言って覚えてるもん、あれがあのポスターがね、俺その頃学校通ってたから、なんか自由が丘のところになんか 駅ビルみたいなのがあって、そこの楽器屋のところがレコード屋と兼ねてるところがあって、そこのエレベーターを降りるところにスパイダーズの夕日が泣いてるポスターがあって、全然これ今までのスパイダーズのさ、ああいうなんかポリシーと違うじゃんみたいな、幼い心にもなんかもうすごい悲しい気がして、ただそれが怖いことに結構売れてきてるわけよ。でも本当に世も末だと思ったもん俺、本来こういうアーティストにこういったものをあの やろうと思ってやったんじゃないのになと思うのが、逆に売れたりした時代が当時はそうだったんですね。まだやっぱり歌謡曲っぽいものがやっぱり非常に売れない時代ですからね。今みたいにあのいわゆるポップスがこんなにいわゆる基本的にもうみんながポップスの感覚を身につけている時代ないですから。夕日が泣いている、作曲は釜谷博士ではありません。バラが咲いたなどで知られるヒットメーカー浜口蔵之介の作品です。むしろ覚えてないかもしれないけど、あのレコーディングするためにスパイダーズが練習したってのはあの曲だけなの。あ、そう。何日も。あ、何日もやったのあれ。うん、で、翔ちゃんがじゃあこういうのやろうって、なんだっけ。ゆやか。こうやるとか。ね。シャッ、ドッシャッフルみたいな。とか、あの、なんだっけ、あの当初はムッシュのもうフリフリが出てたから。トントントンってやつ。ゆやか。こういうのもやったりとか、いろんなことやってダメだったな、みんなしらけちゃって、もう朝から晩まで何日もやってんだけどさ、むしろ覚えてない？あの浜倉さんのあのこんな一枚の譜面があったの、イントロとメロディーと感想と書いてあったのが、でそのイントロをパッと僕が弾いてみたわけ、そしてまあ方向がそこで決まったのよ。あ、そうなんだ。だから。昔 の作曲家ってみんなイントロも作ってたんだってね、 あの時代は。そうなんだ。だからこれでしょ、タタタタ、そう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 、これやって、みんながなんとなくドンスドンドンもできるし、あの時代の、あ、そうなんだ。あれだから浜倉さんのフレーズですよ。あ、そうなんだ、へえ、覚えてないむしろ浜口さんは当時珍しくフリー作家で活躍されてましたからね。まあ、この方はまあ青海だから石原裕次郎からはあらゆる音楽集を書かれて同時に書かれてた素晴らしい才人でしたけどね、まあこれがスパイダーズの曲を書いたっていうというか、まあそこに目をつけた、あ、まあ我々のそのスタッフっていうのも、まあいろいろこれは後で分水を醸しましたけども、メンバーの間にはでもね、この浜倉さんの夕日が泣いてるってやっぱりスパイダーズの代表曲になりましたからね。だってそれから後だって結構あれですよ、下世話の曲も結構亀井選手も楽になりましたからそう言っちゃなんですけどね、やっぱりそのヒットのコツみたいなのはやっぱりそういったことでだんだんこう身についていくんじゃないですかね。今からね思うとね、それはそれでね、あのイントロのところギターのギャンギャンギャンとかなんかねかっこよくて、あの音僕サンプリングして自分の曲の中入れちゃったことありますもん。あ、初めて言っちゃったこれ。すいません。井上さんのあのギター。そうです。ギャッギャッギャッ、あそこだけをずっとサンプリングして、自分の曲の中に使ったことあります。すいません。夕日が面白かったのはスタジオで、で弾いたらミッチャーさんがストンできた音が歪んでるって。大騒ぎだったな。狙いだったのにね、こっちはね。そうそう。だから僕らはそのプレイすることに苦労はなかったけど、夕日に関しては、でミキサーさんたちは困ったみたいね。音が歪んでます。歪ましてんだっていうのがあれだ。あの時代はほらまだ分かってもらえない時代で、綺麗じゃないといけない時代。
ボーカル&インストゥルメンタルグループという形のねレコーディングが日本で初めてやったわけですよ。それでその頃レコーディングスタジオはそんな種類の音楽は誰もやったことがなくて、ということはそのいわゆるついたて一枚ないわけですね。そこでこちらも撮り方が分かんなくて、最初だから演奏しながら歌いながら同時にバーってやってもらって、それを撮ったんですがね、とてもだけど音にならないんですよ。歌マイク全部ドラムのタラビショーしたあのでかいドラムの音がかぶったりして、これはいかんっていうんで、じゃあとにかく演奏だけ撮ることにしよう、まあ、カラオケ状態で歌抜きで演奏だけとにかく撮りましょうって始めたいんですが、今度は歌がないと彼らはバックだけやったことないんですよね。だからノリが出てこないんですよ、どうしても、まあ、そんなわけで大変苦労はしましたね。それとかあとはやっぱりね、歌いながら彼らの歌っていうのは、要するにシャウトも結構多いんですよね。まあ、ロックンロール調の曲は特にシャウトが多いじゃないですか。そうするとね、それまでこうマイクフェーダーをこう立ち上げてたのがね、急にうわーってマイクが入るもんでね、エンジンがもう慌ててこうやって下げちゃうんですよね。もうそういったんでもう とにかくエンジンが多くなるからやっていつもこう構えててガーッと下げてて、非常に原始的な取り方してましたね。メンバーのこだわり、それに応えようとする現場スタッフ。この曲をきっかけにザ・スパイダースは大ブレイク。彼らはお茶の間の人気者になっていったのです。今はもっと進化したけど、あの頃さ、あのセンスがなくてさ、テレビ局もさ、4人で踊ってんのを俯瞰から撮らないとちっとも形良くないのにピンって撮るんだよね。そうそうそう、そういうことに切れたよね。そうそう、ほんでギター弾いてるとさ、あの感想だって言ってカメラ来ないのよ俺と切ないだろ。そうするとね、酒井が言いにくい、俺らがそんなこと文句言わないから、しょうがないって分かってるし、ギターの感想弾くときにここに井上隆って書いておく、だって顔は映してくれないんだから、テレビは。ついでにピュッとテレビがアップになって、ね、ギターがアップになる、手元が。だいたいね、僕が小さい、あの子供が生まれた時に、あの物が少し分かるようになって、パパテレビ出てるっつと、遠くに映ってるわけ、後ろに。で、パンしていなくなると、こうやって覗いたんだから、うちの子、そういう時代の子なんだけど、何の話してるか忘れちゃった。いやだからねだからね、やっぱり欧米の方がね、欧米の方がね、やっぱしテレビっていうものを意識してステージやるんだって。だからやっぱしキース・リチャードのソロになった時にミック・ジャガーがここ行くわけよね、フェイセスもそうだったロッド・スチュアートね、だから映るように行く、少なくとも俺たちよりも早く媒体、そうそう、扱いを知ってた、扱いを分かってたんだね、やっぱりスパイダースのやっぱりあの忙しさは異常でしたからね。スタジオへ入って忙しい時期があれですよね。あのまずリズム帯を取るんですよね。で取ってる間歌い手さんたちは何してるかというと、あのスタジオのソファで寝てるわけですよね。でもう大の字になって井上潤とか坂井正彦寝て、でその間一生懸命リズム取って起こして、あ歌入れだよっつって、それで歌をちょっとさらってこんな感じっつって、まあ勘いいですからすぐ歌を思いますからね、それで歌入りするわけですよ。そういうこともありましたね。寝起きで旅行にしていいものなんですかね。今から考えるとひどいやっつけ仕事だなと思うんですけど、時間が取れないんですよ、それぐらいしかね。で寝るのもすごいと時間しか寝れないんですよね。スパイダーズは結構もちろんジャズ喫茶が多かったし、テレビがレギュラーがあり、それと映画がまたやたら多かったんですよね。で映画なんて最初からスケジュールないわけですから、結局そのレコーディングとかなんかの時間は全部吹っ飛ばして映画やるわけですよね。でレコーディング終わってから夜中朝一番で映画のロケとか、それこそ本当に寝る暇なかったのよく頑張ってましたよね。なんかねスパイダースがね犯人に捕まってね、倉庫のところでね全員手縛られてるシーンなんだけど縛られてるふりして、釜石さん手縛られてないんで、すっげえそれがおかしくてふざけてやってるんだと思うんだけど、多分そういうね、あの外国の結構なんかそういう新しい考え方の映画とかそういうのいっぱい見てたと思うから、そういう映画の中でそういう見えない悪いことがいっぱいしてんだと思うんですよ。なんかね、なんか倉庫のところで、あれ親不孝時代かな、私ってなんだっけな、とにかく釜石さんがね
本当はそこ手縛られてなきゃおかしいところで倉庫の形で手は縛られてない手縛られてる芝居だけしてるからそれをおかしいとかしてだからあれがあのほらあの時代の武士のメッセージであり逆らいみたいな、うん、あんなのやりたくねえんだけどしょうがないからやってるよっていうそうか逆らってましたよ武士ああもうすごいことよ誰もそれでみんなと縛られてんだからでも武士は腹巻きなのロープがこれも一つの理由なき反抗でした六のロボイ。こういうは聞かせて。ドゥ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 。バブレルルルル。六番、六番みたいなさ。あ本当、うん。お願いします。Okay. One, two, one, two, three, four. してるね。うん、スパイダーすごいでしょ。ああ、使える使える。なんかさ、夕日が泣いてるとかそういうのが売れてからさ、こういうロックロールやった時絶対にサビ作んなきゃいけねえんだみたいな気持ちになって途中でね、こう行くのよ。それ今聞いてみると余計なわかる？ちょっとマイナー入るみたいな入るみたいなね、物不思議になっちゃう、ね、そう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 。なんとなくなんとなくなんとなくあこれは、うん、あの要するによく覚えてます、あの楽屋でよく僕ら遊んだじゃないですか、うんうんうん、一つの行動進行で、うん、むしろ覚えてるかな、黄色いふんどし何やったっけ、黄色いふんどし、こっから生まれてきたんですよ。あそうだっけ、なんとなくじゅんちゃんだよね。そう、本当はキー違うけどね。あかわいそうに高いキーで歌わされんなあいつ。あそう、うん、キー君とでしょで、うん、あいつはだいたい上は デが上限なのね、うんうんうん、だからあのいわゆるごくノーマルな音域なんですよ、うんうん、ところがあのこれを G でやると、うん、これ低音が使えないから、それで無理やり A でで、ジュンも俺たち先輩がみんな、これでやるなんていう、うんうん、こんなかわいそう、まあそういう目でやるよね、かわいそうなことしたね、したよね、うん、堺正章と井上順の歌の取り方っていうのは意識してやりましたね。で、堺正章はほとんどその夕日が泣いてるからですけどもダブルにするとやっぱり厚みが出ますしね。で、このダブルが最も上手いのは井上順です。実は井上順は何回歌ってもそっくり前歌ったと同じ歌うんですね。寸分た違わないんですよ。あれ結構いけてる。もちろん。だからもうこの時のあのムッシュの俺なんか司会者やってるみたいな。だけどムッシュをよいしょするとかそうじゃなくてあのコード進行のフィーリングとかね、それからムッシュが普段からやってるあの楽屋で遊んでる状態の言って言ってもった、そうそうノーノーボーイってあれ作詞って田辺さんですよね。なんですかね、そこまでは。ですよね、そこにやっぱモテる人のなんかそういう気合が出てるのかなっていう田辺さんのドラム独特なんですよ。変なんだ、変なんですか。あのね、叩き方もね、俺叩き方とか昔よくテレビ見せて真似できるぐらい変な特徴的な叩き方だし、フレーズもなんか変なんですよ。なんかおかずの入れ方が決まってるの変な、もうそれ聞くとスパイダーズってわかる、タランタランタンタンタンみたいなね、カンカンしたね、必ずやるんですよ。でそれがね、どんなスローの曲でも速い曲でも同じの入れるんですよ結構。だからノーノーボーイってあんなゆっくりな曲なのに結構フリフリなんかとドラムのフレーズ変わらないんですよね。それがおかしくてさ、なんかでもなんかね、やっぱ色っぽいですよね歌が。あのね、なんかこうすっごい甘えた歌じゃないあれ。言ってもいいかいとかってあのさ、
だからよく考えて結構やらしい歌ですよね。らしいですね。だからそれ当時ずっと悩んでてね、やらしい歌なのかな、それとも偶然そういうことなのかな、ダブルビーニングじゃないのかなとかね、いろいろ考えてたんです。どうなんですかあれ。No, no, 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 boy. No, 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 boy. 言ってもいいかい? Yeah, 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 baby. これから行くよ お前の家に No, 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 boy. 今夜はダメなの No, 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 boy. 冷たい人だな Yeah, 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 babyした人と偶然共演になるってことはあります。ありました。表現違う。いや表現違います違います。どれか言うとありませんでしょ。それあんたもどれかで。CX ビデオ。僕の人生で最悪の24時間が再び始まった。24シーズン2。テロリストとの熾烈な戦い。前作をはるかにしのぐ予測不能で衝撃的な展開。お見逃しなく。ララ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 ラ
そんなこと言ってさ、
偉そうにしてるけど、うん、もっと偉そうなこと言ったっていうのは1966年に何ビートルズが来日した時に。おーよーあれだけは。一説によると高行さんが嫌だって言ったって話。違うよ前座をやるのは。そんなことないですよ。そう、うん、Yeah. こういうのそうそうそう、もうビートルズの曲やるの楽しかったもんね。楽しかったね。ねことにあの僕らなんだろう向こうのから帰ってくる友達に音源もらったり、うん、あるいは FEA の放送で聴いて、うん、テープで撮ってさこういう回転式の、うん、そうやって聴いてさそうそうそう歌詞なんか撮ってさ、うん、後でずっと歌ってんだよね。しばらくしてレコードリリースってよく見たら全然違う。そんなことあったよね。ありましたありました。あと実際にあの66年見てたら、はい、あのノルウェーの森ってのやったのよ。あ、はいはいはい、そしたら確かね1番を3回歌ってたんだな。あそうつまり歌詞覚えてねえな思ったな。うん、こういうやつね、うん、もうあの頃ピーター&ゴードンからあれは一緒にやったね。アニマルズ、アニマルズやもういわゆる15、6組はやってるよね。やってるやってる、うん、で、うん、ビートルズだけやっぱり5本家だからやめようと。そういうことがあったんだ、ね、他では負けないとどっかで思ってませんでした、うん、あとね多分ね絶対ね僕ら結構情報があったから、うん、ああいう大物の前座は結局扱いが悪いと思ったんだよね。ああなるほどね、うん、スパイダーズのすごいとこはね、うん、アニマルズの時なんかでも、うん、あいつらの曲先やっちゃうんだよ、ねそうするとエリック・バートンとかみんなヒルトン・バレンタインでうわーって楽屋から飛び出して一番前に並んだりしてる。覚えてる覚えてる。見に来るのよね。アニマルズのショーで、うん、連中の曲平気でやっちゃう厚かましさはスパイダーズのすごいところだね、うん、それはそうだね。で他のあのもうハニーカムスとか、うん、クソだと思ってたでしょ。サファーリスなんかもう冗談じゃないやと思う、ね、うん、その頃ガイタラが来ると前座っていうか前座って言い方いけないのかな、いや大丈夫、いいんですよね、はい、でスパイダーズ必ず出てたんですよ。でなんかアストロノーツとかね、何の時だろうな、一番印象残ってるのはアストロノーツの時なんだけど、みんなでスパイダーズがそういうガイタルの前座で出てくのを見に行くって俺たちの中でそういう意味で渋かったの、その俺たちっていうかその一緒にバンドやってるやつらね、その中学生のやつら。外国のバンドもいつもかっこよかったけど、俺の感じはスパイダーズのあのきめ細かさっていうのかな、あれ他のバンドにないもんだった気がする。それいつもだから見てて、あの普通ね前座ってつまんなくて早くあの、ね、メインの人出ないかなと思う気持ちになるんだけど、スパイダーズって時はいつも前座の時間が短くて短くて、ああ持ってきたいっていつも思ったから、それは本当に幼い頃にあのなんて言うんだろう、本当に他のない音だったんですよ。本当にうまく言えないんだけど、カツオさんってさ後半はハモンドだったけど最初スチールじゃない、あのスチールってのはまた今のシンセでもないしさ、変なスペーシーなものを醸し出すんですよ。だからあのそのさっきの曲の曲目標に入ったエテンラクアゴーゴーとか、そういうとなんか小七力みたいな音をなんかあれで出すんですよね、スチールギターで。そういうのとかトワイライトゾーンなんかもオリジナルはなんかもっとなんか神秘的な音をなんか電子的な楽器で出すんだろうけど、それをスパイダーズの場合はスチールギターで出すんですよね。その謎のようななんて言うんだろう、ある意味であのなんてラウンジっぽいんだろうけども、なんか不思議なねサウンドでしたよ。なんかね音の出方が分かんないって変なんだけど、今だったらねいろんなエフェクターとかってどこでも売ってるけど、きっとスパイダーズは他の人たちより早くいろんなエフェクターとか手に入れてるから、今だったら分かるようなことでも当時子供だから他のエレキの人には出ない音が出てたりするんだよ。そういうのがすっごい知りたくて、でその頃最初様子分かんないから、そういうのはみんなね大野勝夫さんのあの不思議なこっから出てるのかなとかさだからそのくらい僕ら無知なもんですよ。でもそのくらい本当に そのどっから音が出てるんだろうっていう深海っていうことがとにかくすごい強いバンドだったっていうのが一番大きかったですね。でもあの時代一番面白かったのはリバプールボーイズビートルズ、ね、あリバプールそうそうリバプールボーイズビートルズ、ボーイズビートルズ、あれはすごく僕ら影響を受けたよね。あら最高のバンドだった ね、いわゆる今で言うとなんだろう
あの PA システムとは言わないんだけど、うん、あの時代 PA システムね、うん、ちゃんと今で言うと何て言うんだろう、ああいうのやっぱりモニターみたいなもんだね、ああもう全部きっちりちゃんとステージがミキシングされてたもんね、だからもう素晴らしい、そこで音がねちゃんとできててね、うん、あれ生涯で最高だと思ったバンド、俺もそうなんだよね実はあのあと田辺さんと香港に、うん、あの機材を買いに行ったそうでしょ、うん、アーカーゲーのマイクと、ね、ビンソンのエコマシンとかエコレック2とかなんか、うん、覚えてる覚えてる、ね、マイクにその今言ったねビンソンのエコーチェンバーのねあのディレイフィードバックあれが買ってるのがね普通の会社のと違ってなんかシュワン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 って声に聞こえるわけよ、それにそのアーカーゲーのマイクでね、アーカーゲーのこういうなんかおにぎりみたいなマイク、こんな握りやつで、それにそのビンソンのチェンバーがかかってると、もう違うわけよ。チェックチェックチェックとかそういうマイクチェックするだけで気持ちいいよな。テストテストテスト。こうやってさ、チェックするだけで気持ちいいよな。もうそういうんだけで憧れたみたいなね。他のバンドはそういう音しないんですよ。だからそう、スパイダーズだけ客席で見てると全体音がシャーシャーしてるの。シャーシャー。それが気持ちいいわけよ。でそれでそのビンソンのやっぱチェンバーとかね、で ちょっとしばらくすると他のバンドが真似して買うのよ、だいたいスパイダーズが最初に買うと次ねどっか買うのよ、でスパイダーズよりね楽器ね早く買ってね買った早くね手に入れて買ったのはね俺の推測ではあれだけだよ、ゴールデンカップスのミッキー吉野がハモンドを買ったっていうのがこれは大野さんより早かったからここだけだと思うな、他で勝ち負けでスパイダーズに勝ったそういうもんって、大野勝雄っていうキーボード、これまた非常に才能のある人なんですけども、彼はもっとこうロックだけじゃなくてもっと当時からまあジャズ時代から彼やってますからね、そういった意味では彼はもうポップス全般に通じるあれで、そのロックのこだわりっていうんじゃなくて非常にその器用でセンスのある音楽家だったですよね、大野勝雄はね、まあ、キーボードという性格もあるんでしょうし、まあ、スチールギターからピアノからオルガンから全て一人でこなしてましたからね、あれだけスパイ一つのグループの中でいろんなキーボードをこなせる人っていなかったし、それで楽器も他のグループが使ってないような楽器をね、コーナーのピアノだとかウェルツァーだとかいろんな日本のグループで一番彼らが本氏が一番そういう新しい楽器をキーボードでとかね、まあ、スパイダーズ全般に言えることですけど、いわゆるレコーディングでデビューする前からあのボックスダンプをねイギリスから取り寄せ使ったりとか、ビンソンのエコーチェンバーのあのエコーボーカルセットを使ったりね、やっぱりすごい抜き出てましたからね、そういう楽器だけじゃなくてそういう新しいそういう自分たちの音楽を表現するのに最もいい最新の設備を備え、ね、最新の衣装に身をですね、まあ、そういう衣装のセンスから踊りのセンスから、うん、あれだけのちょっとプロフェッショナルグループはいなかったですね、他にね。あとなんだ、ブンブン太陽の翼、これ覚えてますよ、もう一周ダダダダダ、ちょっとやってくれよイントロ、太陽の感想が、あれディストーションかかってるのというより、あれはムッシュがあのファズトーン、ファズだったんだ、ファズ、あれはムッシュが香港で勝つしたやつを、そうだった、おそらく日本で一番最初でしょ、あれとサティスファクションしか使い方は分かんなかったの、だからあれはねもうムッシュ大変な手柄、ビンソンのエコレック2とかなんかを香港買いに行った時にそのファズトーンを買ってきたんですよ。太陽の翼はたまたまシリコさんがやっぱり、まあ、育成してたおかしいけど非常に親しく、してた戸根恒明さんっていう作曲家がね、戸根さんが多分スパイスのために書きたいっていう自ら書かれたんじゃないですかね、まああの曲もでも私は結構好きな曲ですね、あの要するに釜石と全然違ったああいう曲っていうのはまた非常に幅、逆にスパイダースの幅、音楽の幅を作ってね、しかもそういったああいうちょっとマイナーっぽい曲で、その前のスパイダースの曲ってやっぱり非常にハイボールっていうか洒落た世界で、それはそれでいいんですけども、いわゆる大衆レベルのね、この流行歌的なその、やっぱり
ぱり流行り歌っていうのは一つ の世界があるじゃないですか。でやっぱりそこを制覇しないとやっぱりビッグになれないというね、あの芸能界的にはそういうこともある。まあレコード会社がでもそうですよね。それまではスパイダースの売れててもなかなかシングル版で10万売れませんでしたからね。それがやっぱり夕日が泣いてるんでドーンと60万ぐらい売れちゃって、急にやっぱりそれはそのパワーはやっぱりすごいですよね、そういう大衆的な、まあ、彼らはどこまで大衆的な望んだかどうか分かりませんけども、まあ、それによってもちろん失われるものもあるんですけどね。恋のドクター、うん、これはあれでしょ。これは俺結構好きな、注射ピュッピュ注射ピュッピュドンデュンデュン注射ピュッピュッピュッピュコメディバンドになったな。そう、あのポニーっていうね、こう馬に乗ってこういう踊りが流行ってたんだよね。ああ、そっか、うん。誰も知らないこの世の果てに、あと黒ユリの歌、これはいいですよ。スパイダース100年、これは難しい。100年スパイダース7年、そうですね、うん、それとエリキスタールをムッシュがせしめてきた。そうだそうだ、そうそうね、うん、フミオ来たかったけど、フミオ覚えてる、ね、フミオ、フミオ覚えてる、宮下フミオね、うん、亡くなっちゃったけど、うん、あの人はついに最後まで返してくれなかったあのスタール、うん、赤いドレスの女の子、これ俺好きだったね。これ聴こう、楽しい、うんうん、これ好きだった。赤いドレスの女の子は、赤いドレスの女の子は、僕ね一番好きなのはね、あの時決め赤かったのね、 B 面にあるね、赤いドレスの女の子ってすごい好きなんですよ。曲の作りがすごくね、R&B の中でもそのスタックス系っていう、それこそその釜安さんと高幸さんが朝ラジオの番組でその日曜日に朝やってるその R&B の番組の中なんかで好んでかかるような方向性のそういう曲調のアレンジの曲だったんですよね。それでそれ聞いて、俺も本当に生意気なガキだったから、お分かってんじゃんみたいなスパイダースそう。ただ私一番個人的に好きなのはサマーガールですね、このビージーボーイズ風な、まあ、コーラスを、ね、うまく活かしたサウンドは、まあ、やっぱり当時画期的だった気がしますね、で井上潤と坂井正樹2人フィーチャーしてるんですがね、これはまあ人は非常にねうまい具合にフィーチャーされてるんですよね。それにその全員のコーラスと、これはもうあれは隠れた名曲だと私は思うんですけどね、あサマーガールもね、あれもね、あれはね最初にねあの曲を聴いた時のこと覚えてますよ。多分ねあれは勝ち抜け歴合戦かなんかのねゲストですよ。金井スパイダーズって別のなんかエレキ番組コカ・コーラで世界飛び出すとかやってて、そっちは自分たちがあのメインの、ね、司会でやってたと思うんですけど、それじゃないやつで多分ねなんか勝ち抜けエレキ合戦かなんかのゲストで出た時に今日新曲披露しますってあれをやったんじゃないかな。それがすっごい俺あのビーチボーイズっぽいっていうかさ、あの感じがすっごいなんかこうね、あのバンドのコーラスって結構亀谷さんがファレセット使ったりするから結構ビーチボーイズっぽいのいいんですよね。それがねなんかレコードと違ってコーラス版って微妙じゃないな、生だと特に昔のそういう PA のね PA っていうかミキシングだと、そういうのにすごいいい感じでなんか流れてきたの覚えてるな。Yeah.
立バレエ、ルジマトフのラ・シルフィードを加え、魅力あふれる6作品を一挙上演。優雅でドラマティックな世界へあなたを誘います。大人だけに開放された心を解き放つ空間、エビスバー。今回のお客様はパントマイマーで俳優の中村雄二さん。21年間暮らしている六本木麻布界隈での素顔の休日を覗かせていただきます。徹底的に体を伸ばす中村流のオフとは。それでは土曜の夜11時エビスバーでお会いしましょう。今年度 FNS チャリティーキャンペーンでは、スマトラ島沖地震、そして津波で被災したインドネシア、スリランカ、モルディブを支援してまいります。アジア、アフリカの恵まれない子どもたちへの支援を続けて32年目。皆様方のご協力をお願いいたします。他の DS で好きな曲ってあった？この DS、まあカップス、カップスいい、うん、もうカップスはすごいかな、うん、あとあの松崎テンプターズが作った、はいはい、あの曲も神様がすごいですよね、うん、あの辺も僕は好きでした ね、うん、ちょっとやっぱりテンプターズって音楽に歪みがあるじゃない。あ、歪みって僕らの時代には必要なことだったし、うん、あのテンプターズ今考えてみると、今のシーンで言うとパンクとかさ、はい、ね、うん、グランジとかそういう、これは聞きたい。これは高幸さんのね、これガラスのせいでしょ、松崎の、あ、テンプターズのね、テンプターズの松崎の曲で、うん、で、あの要するにスパイダーズがもうあの南もうプールダウンしていってる道のりで、うん、もう翔ちゃんしょうがなくて俺を歌わせる気になったみたいで、うんうんうん、だからそういう事情は自分でも分かってきたから。当時でも高幸さんのさ、あのボーカルのいい部分が出てて、でも嫌だったな。ちょっと聞いてみましょう、ね、自分の声がまず嫌だ。それから、おお、宇崎さんも、宇崎竜童さんもこれが大好きなの。あ、なんかオルタナティブな感じがするんだよ。これそうよね、無国籍のね。ムッシュがね、サビですげえギター弾いてんだ、ぶち壊しのギターを。ぶち壊しの、そこまで行けない。ぶち壊してる俺。しかし、こんな曲冗談じゃねえってギター弾いてた。あ、そう。もう俺、内心笑ってたよ。内心笑ってた。ルイズ・ルイス壁状態、うん、そう、でこれはレコーディングだからいくらかトークしてくれてるけど、ライブの時はもううるさい。風はいいやつ、話せるやつさ、俺の次のあの風はいいやつっていうのが僕はものすごい好きなの。あ、本当に？キーは B フラット。黒鍵だけで作ったのこれ、ピアノ。そうか。そうすると東洋 メロディーになる。いいやつってやつでしょ、うん、この時代に僕がやってたのはこういうフレーズなの。本当。もう今でも自分で密かにあの黒人たちがやる遥か前からやってたのね。だからどうしたの。風はいいやつ、あ、れれれ、それやってたんだ。これ裏でも全部裏で弾いてた、 あの時代に。それはすごい、うん、本当。なんかね、あの今のこうなんていうの、裏で弾くとのどかな感じがする、するね。だから、ね、風は、今じゃもう田舎が今度になっちゃうんだけど、うん、風はいいやつ、それすごい、本当にやつ、あ、そう、うん、
だから太鼓が裏に聞こえてくるわけ。そうか、うん、かっこいい、ね、なるほどね。だからこの風はいいやつっていうのは、あの僕なりに非常に思い入れのあった曲、プレーとしてはね。君に優しい愛が欲しい、もう一度もう一度もう一度。そうか、もう一度もう一度、もう一度もう一度、俺結構結構パクったから、いろんなの本当、うん、これはね聞かせてください。 ビーチボーイズ系です。これコーラスはなかなかいけてんのよ。本当、うん、これこのもう一度もう一度ってタイトルだ、うん、これサーファーガールだ、ビーチボーイズ。言っちゃっちゃいけないの。言っていいよね、もうね。でも全然違うよ。でもニュアンスとしては、あ、これなんかいいじゃん。コード進行もいいし、うん、次いく？もうちょっと聞く、もうちょっと聞く。わがままな僕を許して、じゅんちゃんだね。コーラスもちゃんとやってんの。そうね、スパイダースってこういうもんじゃない。ムッシュは35年間、井上さんにどうしても言いたいことがありました。意味で言えば、そうなのよ。高幸さんはさ、え？高幸さんはさ、ずるいよ、俺に言わせりゃ。ちょっと話聞きたい、聞きたい。そう、行こう、はい。だってさ、スパイダース解散しました。うん、はい。それで、正明さんとか、純ちゃんはいいよ。あと、スパイダースやったとか。で、俺たちさ、みんな、バンドって悲惨なんだけど、楽器やってるやつとかさ、要するにピンの、なんだろう、フロントじゃないと、なんだろう、通用しないんだよね、あの解散した後。今のバンドでもそうだと思うんだけど、ね、やっぱし ね、パンって解散してすぐさ、ピッグっていうバンド、ねえ、ねえ、ダメだよ、あれ。リードボーカル誰って、証券とジュリーだって言った。新幹線の中で、ムシューこんな話が来てるんですって、うん、相談に行ったの、うん、ムシュー渡辺プロがこんな話が来てます、うん、ね、うん、でムシューがやれやれ絶対やれ、あ、そう、ムシュー本当に忘れてんのそんなこと。いや、その前にショックが大きかったのよ。いやいや、その前さ、ムシューが自分で言ってる。タイガースのマネージャーやった中井さんという人がピッグ作るってこと でしょ。俺になんとなくさ、シーンは言わないんだけど、この辺でそういう空気みたいな話を持ちかけてくるから、俺がピッグに呼ばれてると思ってたんだよ、実は、ね、うん、そういうことがあったのね。そんなこと俺知らないからね、うんうん、でもね、あれはすごい励みになった。悔しかったから、本気で。でもね、あ、力もらったの俺、悔しいっていうから。ああ、そう。で、そういうことで俺はこっちが行ったわけじゃない、フォークの世界に。で、拓郎とかユーミンとかいっぱい、陽水とか、まあいろいろ友達ができて、はい、まあ一つの人生のね、まあ一種のターニングポイント、うん、よく言われてたもん俺、お前どうして昔からの回り道ばっかりするんだって言われてたもんね。だけどね、拓郎がそう言ってましたもんね。そうなんだって、ね、だけどさ、後で考えてみると、ああよかったなと思ったけど、その時はご苦労よね。俺とかその後さ、俺とかマチャーキとか何つってたか知ってる？何がスパテンタイガースって言ったんだよ。スパイダースとテンプタスタイガース。よかったね、一緒にバンドやらないで。釜谷さんのポジション難しいですよね、その場合ね。もうちょっとなんか楽器の専門家か歌の専門家かって、そのギターも曖昧、歌も曖昧っていう、そのポジションはなかなかピッグだね。ちょっと難しいですよね。だからこそさっきから言ってるように、本当に釜谷さんのその他にないそのポジションっていうのが、あの独特な形で全体に、だブランドっていうか、そのセンスみたいなものが、釜谷さんのその匂いっていうものが全体にこうついてるところが大きかったんじゃないですかね。本当にそれはあの人、新しい、本当新しいことが好きな人だから。いや、だから本当に人間のバランスいいバンドですよね。やっぱあれで本当ね、そういう田辺さんみたいな、そういうやっぱ
あとリーダーっぽい人がねちゃんといて、でリーダーはリーダーとしてはすごいんだけどミュージシャンとしてはみんな突っ込みやすいみたいな、そのいいそのでも少なくとも俺たちスパイダースやった時は自分たちの意思じゃないものが流行ったり、今もそういうこといっぱいあると思うし、それって永遠のテーマかもね。ね、思うようにならないのが人生とはいえ。そうだよね、うん、でたまさか不幸にもちょっと上品だったから、ここに投げれば当たるんだっていうのを分かってんだけど投げられないっていう逆痩せ釜みたいなのあるんだよ。そうなんだ、それの方が結構大変だよ ね。だからさ、こうなればいいと思ってそういうシチュエーションがあるのに、うん、そこではわざと拒否反応しちゃうっていう、もう裏っ側裏っ側の気取り方ってあるよね。しょうがないね、もう基本的にそういう人生なんだからね、うん、だから本当に武士は食われると高いならいいんだけど、うん、どっかでは高いよじゃないもんなそこら辺の切なさをさ、遍歴の中でやっぱりとっても感じながらやるじゃない。だけどさ、こうなんだろう、自分がこの世から消えていく寸前にさ、そのもとのごとくいろいろ自分の人生とかいろいろ思い浮かべるらしいんだけど、もう実に味わいのある人生だったっていうことだよね。そうなんです。最高ですよ。だよね。人に誇ることじゃないけど最高ですよ。だよね。自分の中で最高なんだよね、やっぱりね。ばあちゃん、うー、弘前のおばあちゃん、ばあちゃん、どうしたらべな、どうしたらべな、国会では今日午後の衆議院本会議で小泉総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が行われました。初めて質問に立った民主党の前原代表は政権交代を目指す決意を表明し、総理に論戦を挑みました。
強烈な反省に立って、必ずや次の総選挙で政権交代を実現するために新体制での反転攻勢をお誓いいたします。民主党は大幅に議席を減らしましたけれども、日本を諦めずに前原新代表の下で今後発展されることを期待しております。私はこの法案の実態はむしろ官業焼け太り民業圧迫法案だと考えます。民間本位の改革案であり、経済活性化につなげる最善の改革案であると考えております。前原代表は今回の総選挙について、郵政法案に関する賛否を問うただけで、他のすべての課題については付託を受けていないとしましたが、小泉総理は郵政民営化への賛成を受けたと同時に、これまでの実績と構造改革路線への支持も受けたと理解していると反論しました。さらに前原代表は年金問題で、国民が今の年金制度を信頼しているか、この制度が100年持続可能と言えるのかと詰め寄りましたが、小泉総理は長期的視野に立った改革が必要であり、民主党も参加した協議会を再開し迅速に対応したいと交わしました。これまでに報道センターに入っている主なニュースの項目です。ご覧のようになっています。